やるとするか。よし、さあついに来たんじゃないか我々は。ついに我々は来てしまったんじゃないか、このカノチェド。カノチェド、おお、いきなりちょっとあれだな。もうちょっと勘弁してくれ。勘弁して、やめて。ちょっと待って、ちょっとまだなんかあの心がちょっと心的な準備ができてないかもしれない。これから我々はさ、その最終決戦に行くんだっていう。ちょっと待って、マリオ3しかないのか、かける3か。一回俺は死ぬべきなのか。ちょっと待って、ゲームオーバーなった時ってどうなんだっけ。かける5くらいになってる、なってねえか。おお、すごい、なんかあれだな、ちょっとあの高ぶりすぎなんじゃねえかっていう。まあちょっと様子見だな。まあちょっともうこれちょっともう長期戦覚悟で行ってもいいかもしんない。とりあえずは。しかもなんかスクロールってのは厄介だな。もう自分のあれで行くことはできないという。なんか自分のなんつうの。あぶね、これ触っても危ねえだろ。危ない。やばい、なんか俺の体が全然よく聞かない。俺と今ちょっとあのマリオのあのあれがちょっとあの魂が今シンクロしてない。ちょっとズレが生じてる。何らかの。まずこうだろ、まずこうだろ、で飛ぶだろ、飛びます。でこいつぶっと、よし、オッケーオッケーオッケー。まあ、とりあえずオッケー。これなんかいいの、ボス的なあれは。まあでもまだいないべ。なにそれは、なんなのそのわけながら。まだ最初の面だからまだいいだろ、まだいいでしょう。あっぶねえ、ちょっとまずいぞこれは。冷静にいかなきゃ。熱くなるのはよくない。冷静さをしないと、あれだから、状況はどんどん悪い方にしまうから、俺は気をつけないといけない。てるてんで、ここで、で、ここで行くと。おい、こいつ上にも飛ばしていくか。やっぱなんかあれだな、なんかちょっとなんか若干違和感あんな。これ何なんだろうな。画面が動いてるみたいな。多分そういうあれだな。でも今まで行けたはずなんだけどな。今までは空の戦いだったから、なんかそういうあれ。でも今回なんかあれだもんな。ちゃんとなんか地面の、大地の戦いだからな。地に足をつけた感じで、なんか、俺は走っていかないといけないってことか。で、これどんぐらい？ちょ、あ、これなんだ。よし。じゃあ空もらっていこう。空もらっていく。いや、もう絶対これやばいぞ。もう長期戦どころじゃないかもしれない。これって何面まであるの？ここって。この、あれは。で、これ復活するんだろ？復活しねえ。じゃあ行かせてもらいます。危ねえ。めちゃくちゃ危なかったな。てまあ、とりあえずこれいって OK だろ。で、これは逃れる。あぶね、今ので。よし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 。いや、来んじゃねえ。止まれ。止まってくれ。よしよし。冷静になりましょう。冷静に、こんな。めちゃくちゃな。やばい、ここまず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 い。一回ここへ避難して。一回ここ、あぶねえ。え、ボス？ボスなの？ボスっすか？マジっすか？で、ビヤー！まさかの？何そのなんか素敵な曲は。うわ、しかも残り1でさ、残り1ってやばくね？これは？何ここ？逆にこれ何だ？もうどうせいけないあれでしょ？あ、いけないってか、なんか、まあ、何らかの能力を駆使すればなんかいけるんじゃないかっていう。俺どこにいるの？あ、そういう系か。まあ。まあ、とりあえず冷静に。トゥルトゥントゥントゥルトゥン。俺を出してくれ。俺を解放してくれないか。絶対やば。ああ、今、使いよかったな。またこれ系か。もうどんどんラッシュくるね。恐ろしいあれが来るな、どんどん。二重の穴が。こう言ってもいいだろう。あっぶな。あっぶな。なんとろ。これ罠だな、これは。これ罠だな。死んだ。俺は死んだ。まだいいでしょ。あ、5か。あ、また5ね。5から、なくなってる。え、なくなってんの？マジ？やった。え、マジで？本当に？え、こういう移動系のやつ。なんか普通のステージじゃねえからってこと？そういうこと？よくあんねん。謎の。で、てぇてぇ。ちょっと冷静になりましょう。ちょっとマジで超冷静な。え、じゃあこれだったらもしかしたらあれじゃね？もう問題ないんじゃね？まあ、問題ない可能性はあるな。いや、これ ここ使わないくていいんじゃねえかな。これ使われてないんだろ、多分。だと思うんだけど。あ、てか全部スクロール系か。全部スクロール系だったらなんかスターのあれだよな。スターの意味がねえんだよな。いや、マジこれなんかさ、動きがマジ。なんつうの、これシンクロしないんだよ、マジで。じゃあ使わないんだったらもう使っていこう。
使わないなら使っていく。よし、早く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 。いや絶対これきついだろ。いやいやいや、きつい。もう意味ねえ、もう意味ねえじゃねえか。よし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 。いやでもそれでゲームオーバーになってもいい方式でいけるんだったら俺はもうあれだぞ、このままいけるぞ多分。なんかこれ乗ってけみたいな。乗ってけはねえよな、さすがにな。嘘、マジマジ。いや、マジか。危な。とんでもねえ化け物だな。俺ちなみにこれ新しいパソコンやってるからさ、今このステージから。ちょっとどのような感じになってるのちょっと今いろいろテストはしたんだけど、ちょっと前のあれと比較してちょっとどうなってるのちょっとわかんないな、ちょっと。ちょっと初めて撮ったから、なんだかんだその設定とかいる。くしゅ。いや、俺も大変だったんだよ。なんかいろいろも、設定したりとかなんかもう。もう俺もちょっといろいろ大変だったんだもん。リアルライフがもうほんとなんか、職場の人間が俺になんか土下座事件とかなんかもういろんなちょっともうわけのわかんないことばっか起きてから。よっしゃー。あーしょい。おい。俺もなんかもう、だいぶなんかもう、疲弊しまくったからなんか。だから俺は完全にまあリカバーしたわけではないんだが、まあ、とりあえずまあちょっと、まあ、やるかみたいな。で、一回ここ上から行こうぜ。いや、これ場所があり、あれ、当たりそう。あ、オッケーオッケーオッケー。よし。まあ、冷静に。さっきどこで食らった？ここか。あ、ここであれか。まず上に登るだろ？上に登って。まあ、ちょっと冷静に行こうぜ。そう、冷静さに、冷静ってなんかもうなんつうの、まあ、物事には全てあれがある。もう理屈っていうかその理由があるから。まあ、それを、把握していけば俺にできないことはないはず。で、これだろ。で、ここで。ほっ。よし。飛んで、あ、これか。なるほど。これで急になんかガッてくるの怖いよな。まあ、でもここまで来たらなんかいけそうじゃないのか。あ、まだ油断できんか。まだ油断できんな。これはちょっと危ないね。いや、この連発マジ半端ないの。あばあば、バカ野郎。何今の。何事？てか、どんだけ死んでんだ、マジで。でも、やばくね、これ。またこっからだよ。もうこれまず長期戦だよ。まあしょうがない、8面だからな。8面だからこれはしょうがない。もう俺はもう長期戦覚悟。俺は長期戦覚悟だけど。ふっふっ。ひっ。やめてやめて。これが俺の命だ。でもこれどうしようもなくね。まあ羽でやってもしょうがないもんな。まあP のあれでいけばまあいけるかもしれないけど。危ない、やめて。てファイヤーボールでこれどうにかなるっていう、そういうあれじゃないから、もう純粋なあれでしょ、もう純粋なもうテクニックみたいな感じでしょ、なんかもう。あそこのさっきのなんかラッシュだな、なんか三連チャンみたいな、三連チャン、あそこにちょっとあれだな、ちょっと気をつけていかないと。あそこか。ドゥルルルンルンルン、やめてー。まあ、待ち続け、ちょっと待ちすぎるのダメだな、やめとこう。ちょっと待ちすぎるのやめよう。やっぱある程度攻めていかないと。俺待つのあんま好きじゃないんだ、俺。いや、待つんだったらもうその時間なんかもう、なんていうの、もう攻めた方がよくないんだから。俺はそうしてきてる。あ、ここね。で、ここは、こうやっていく。まあ、これでいくし、もうこれだろ。どう考えても。めちゃくちゃすごいね。でも、ここさ、こいつちゃえばあれだろ。あ、わかんねえ。でも、全然知らねえから。この後どうなってもサプライ。おー。いけそう。危ない。で、またハンマーブロスか？普通にいいんじゃん。で、ここはなんかあれじゃない？なんかなんか復活そうじゃない？復活するのかな？おい。ててうわもう止めらんねえマジで息を止めらんねえぞこれもやり直しなのかなこれどうなんだろうねてくてくてんてんてんあったなこんななんかあった気がするこれどこまでついてんのこれあれあれ一面一面じゃなかったっけ一面一面じゃないのかあいけんのかなちょっとやってみようちょっと気になるからそれはそれで一面一面にいけるまあでも今なんかスッていったもんなまあ結構なんかなんつうのスキップされたような感じがするからてれてれていやなんかすげえなんかとんでもねえなはいこれであそういけおこれはありがたいなてれてれてこれであいけるんだこれもいけるんだ何ここいやいや何お前そんなこといやマジっすかマジっすかマジもんすかいやこれいけなくねいやこれ無理だろこれどうやっていくのこれあまあこうやってこれならいけるかふっえちょっと待ってこれどうすればいいのこれこれ無理じゃね
いや、なんだったら死ぬこともできないじゃん。え、これどうすればいいの。え、積んだ。おいた。おいけるね。意外といけるもんだな。はあはあはあ。おい、なんだあいつは。なに、なに、こ、よし、あぶねえな。これスタで、あ、ここさ、スタで行こうぜ。よくない？どうすか、その考え方。このここをまあスターで行くわけですよ。まあそうすることによってな、もう一気に突破できるわ。まあそういうことなんですよ。まあでもこれがまあ通常のあれでいけるんであればそれでいいんだが。いや、これ失敗したんじゃねえか。これ絶対失敗でも、なんたること。あのプック、これどうなの、これはどうなる、どこら辺まで。あ、でもこれが消えてる、消えてる。そんなに親切なの。なんかずいぶん親切じゃね。でも珍しくない。え、こんなだったっけ。え、なんかもっとなんか最初からなんか全部やり直しみたいな、そんな感じだった気がするんだけど、なんか。あ、まあ、ここはやり直しなんだ。なるほど。で、ここは強制と。これは強制だな。なるほど。まあでもここはまあ。なあ、でもよくない。え、でもなんかアイテム手に入るしさ。え、よくない、ここ。このわけな感じ。無限。もうこれこそ無限列車じゃねえか。無限マグマ地獄じゃねえか。てっ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 て。おい。あ、じゃあ羽で行こうぜ。もうせっかくなこんな手に入ってんだからさ。もう羽で行くべきじゃね。めっちゃよくねこれ。てるてるてん。まずこの流れを一気にあれだ、突破したいな。おい。そういうことなんですよ。まあせっかくだからやっとくかじゃ。まあでもここなんかスキップできそうだけどな。いや、なんだろう、これでよくね。どうすか、これどうすか。俺どこにいんの、俺どこにいんの。え、今俺どこにいんの。あ、もう来た、もう来た。あ、でもこれはこれであれか。こんなんあったっけ。なんかもう完全なんかボーナスステージ的なあれじゃん。なんかちょっと羽ばっかりだ。これで攻めろというわけですね、私は。てれれれ。いや、まだあるべ、これ。あー、またそれ。あ、でも今回はあれだ。あ、でもまあこれがちょっと満身みたいな。早っ、早くね、ちょっと早くないですか。いや、敵の動きが早い。しかもなんかあれも全てが早い。マジマジ、それはちょっと冷静に。マジモンですか、マジモンか。ちょっとこれはあの骨はちょっとあれだな。まあ一回ちょっとどっかやって。あ、危ない危ない危ない。まあ冷静さを失わなければ。よし、いねえか。これは危なかったね。いや、これ難しいな。いや、これ いける、意外といける。危ない、やべ、ゴリ押しが今釣った。これマジか、マジか、マジか、やば、これはやばい。あ、いかれた。よし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 、それでいいのだ。お前、こいつはもう一気に、よし、ほい、もらった。てててて、てててて、ドラえもん超人類、もう我慢できなくて、もう見ちゃったな。もう10周年記念みたいにすると思ったけど、もう俺には我慢できない。あ、これは、あれ、入り口のとこ？ちょっと待って。やばくね？じゃあ、こっからじゃねえ、むしろ。え、こっからってこと？そういうことじゃね？本番はこれからですね。なるほど。